こんにちは、今日はですね、日本フライ級チャンピオン銀河系ボクサー有利悪意選手に来ていただきました。よろしくお願いします。銀河系ボクサーっていうのはどういうことでしょうか？そお前上から目線の質問いじかけくれって言わんばかりのあのコーディネーターだぞ。きっかけですよ。そういうそれはあの自分発信？自分発信ですね。試合のそのインタビュー、勝利者インタビューで、はいはい、僕は世界より銀河を目指します、銀河チャンピオンを目指してますって言ったら、それが結構広まって、ああなんか不思議なこと言っとると。はい。それで、あこれ言うわ、そのまま使おうって感じで、あなんか周りもそうやって銀河系ボクサーって言ってる。あでもそういうことだよね。だって井上の前のモンスターもそうじゃない？大橋課長があれ最初モンスターってなるじゃん。でもこうやってさ、うん、浸透してるもんだよね。それもう血管出なきゃね、あれだけど、うん、なんかモンスターってわかるけどさ、何が言いたいか銀河系ボクサー何が言いたいかよくわかんない確かに周りは、会場中がもうざわつきましたね、その時。インタビューでそれどこで？後楽ホール？後楽ホールです。誰に勝った時だったの？大野さん。大野？はい。じゃあテレビだ。テレビの時。ダイナミックグローブ。ダイナミック定型の選手。じゃあ本田会長もアゼント当時WBA 世界ライトフライ級13位の大野選手を1ラウンド KO。 はいはいはい。それで銀河を名乗ったわけですよ。はい。でそこから有利選手は17戦14勝2敗1分けで、14勝のうち10個が KO 勝利。その10個の KO のうち9個が1ラウンド KO。 しかもその9個の1ラウンド KO ってこの間日本フライ級王座決定戦でも1ラウンド KO だし、でその前だと遡ると今度ライトフライ級のタイトルに挑戦する矢吹選手も1ラウンド KO で、まあ、大堀優斗で、帝拳ジムで当時世界ランカーだった大野選手も1ラウンド KO で、まあ、この中でさ、その KO のうち、まあ、調整試合と呼ばれる試合なんていうのがないんだよね。うんうんうん。これぐらいですね。大使選手これ何なの？これ30秒ですもう呼んだ方も悲しい金かかってんな、まあ、この次 の、 そのユーストーナメントまで、うん、間隔も短いし怪我してもいけないしっていうのを早めにしておきました。いやすごいね、聞いたことないね。いや聞いたことっていうか、まあこういうなかなかフライ級でね、ね、階級も階級だしね。しかも本当のガチンコで1ラウンド KO だもんね。ちょっとよくわかんないですで最初チャンピオンカーニバルの発表会があった今年の1月の中旬ぐらいで、はい、で、まあ、うちの松永博信も参加するわけじゃん。で松永博信の隣だったかどうかに優里君が座ってたから、で優里君も、まあ、もうもちろんでも喋ったことは初めて。初めましてでしょ。そうですね、初めてましてで、こっちはもちろん知ってるんだけど、だからもし東京来る機会があったら、まあうちのジムにも例えば赤穂とかさいるから出稽古おいでよって声かけた。でそれから何日か経ってジムに電話かかってきて、それこそ森保会長から電話かかってきて、来週の月曜日から有利がお邪魔するんでよろしくお願いしますって電話かかってきたで、何のことって思って俺さ確かに言ったよ、確かに言ったけどまあちょっと社交辞令的なものもあるじゃんしたらもう要月曜日からお邪魔しますっつってあそうなんだと思って、甥っ子預けるぐらいのね感覚で行ってたんだみたいなちょっと結構失礼すぎますね。いやいや別に全然いやこうやってゆるく来てくれてさ、うちもこうやって見せてもらって赤穂とやったり千葉海斗やったりさスパリングやって、でこっちもすごいいい経験になってるから、当然もちろんウェルカムなんだけどさで実際スパーリングとか見てどう思った？いやだからもうシンプルだよ、すごいやろうとしてることはシンプルだと思う。プレッシャーかけてやっぱりワンツーを打ちに行くっていう、ジャブをついてどんどん相手をかけてっていう試合もそういう感じだよね。ですね。でやっぱりもうみんな知ってるからさ、一
1ラウンドまずみんな足使って1ラウンド鬼門だっつってみんな足使って動いてんだけどスパン、もうその最初だってみんな気をつけてるわけだもんね。1ラウンドで倒されてる人たちも絶対気をつけてるね。気をつけてるなって分かります。ああ、むしろそういう状態になった時はなんか精神的優位には立つんですか。いや、あ、これはこっちも見なきゃなって思うんですけど、なんかいけるって思ったらこう見ちゃうっていうか。あ、じゃあもうその隙みたいのがパンってなんか見えるの。うん、そんな感じですね。だからこうやって崩してワンツー打ちに行くっていうよりもこうやってじーっと見てあ、今だみたいな感じみたいな感じ。まあうちなんかね、こうやって東京で、まあ神奈川4番目だけどやってると、まあ今の東京の選手たちってのはもうみんなそれで出稽古、自分たちで出稽古行ったり、まあ選手たちが多いジム、やっぱ20人30人いるジムっていうのはまあジムの中であらゆる練習メニューを消化できる部分、はい、スパーリングにしても何にしても、でもなかなかそういう地方のジムで、はい、ユリ君以外にプロの何人、うん、試合出てるのだったら5、6人ぐらいです。ああ、はい、でも自分のレベルの選手ってのはいないよ。いないです、なかなかいないですよ。でそうなった時のその練習、例えば試合前になったらとか出稽古行ったりっていうのはやっぱ繰り返す。まあ、今回は、ね、東京に出てきてるけど、はい、結構まあ1ヶ月前になったら集中的にこうやって2週間来て練習してっていうのは最近の傾向です。まあ最近、はい、自分が中学生の時からボクシングを教わってるのが森保からでしょ。そうですね。で優里君からしてみれば、はい、あ、もうちょっとやっぱどっか外で出て練習する期間も必要だって思ったきっかけって、きっかけは中谷君とやった時ですかね。ずっと地元でやっててサウスポーのパートナーってあんまりいなくて、でもしまいにはオーソドックスの選手をサウスポーでスパーリングしたりとかしてて、さすがに僕会長に言いましたもん、このままじゃ絶対勝てんよ。それでやっぱ結果はもう、ね、良くなくて、まあ、あの時ちょっと出稽古できたら勝ち負けは別にしてまだいい内容で試合できたかなと思って、そこから次の試合から出稽古行くようになりました。それは聞かれるんだ、はい、会長が豪快な人だって聞いてるんですけど、はい、なんか豪快っていうか、まあ、そうインターバルで結構先輩の話をいっぱい聞いてて、まあ、試合中になんか多分アドバイスでこうするんちゃうみたいなっていうのがあったらしくて、でそれが選手に当たったらしくて、こうするんちゃうバコーンアドバイスがいるんちゃう。あとうちの興行、まあ、桃太郎ファイトっていう興行なんですけど、それの名物で会長のシャドウっていうのがあってそれもインターバルで結構派手に会長はシャドウするんですよ、うん、こうするんちゃうこうするんちゃうって結構ガチな感じで、あ、そう、自分の選手の試合の時ね、試合の時あで結構その会場もざわついてうお会長のスピード速いそれじゃあ後楽園ホールの時もやってんの。いや、やってる、いや、あんまり後楽園ではやんないよ。後楽園の時はちょっと恥ずかしい。もしかしてやってるかもしれない。で、多分途中から会長も分かってるんですよ。あ、盛り上がるっていう。こうするんです。もうボロバレっす。いや、そう、たまにいるのよ。うちもセコンドついてる時に3人でセコンドがさ、予選選手が休憩したら3人とも、まあ、チーフがこうやって指示をする。はい、で、片方はちょっと水飲ませてるぐらいしたんで、片方は体冷やしてるんですよ。片方、一人の人間にはずっと相手の陣営見てるんですよ、はい、たまに背中越しにやってる人いるからってこうやってやってたら、お、右っ端から左吹くって指示してますよ。いや、なんかもう、本当に選手の方を見てとかじゃないんですよ。もう、自分の世界に入って、もう本当に足使ってこうだっつってやる人じゃあ次の日本タイトル初防衛戦、初防衛戦は誰で決めた？
相手はランキング1位の、藤北誠也選手、伊佐子寺、伊佐子寺、あれでも面白いね、ショッピングモールでやるでしょ、試合。あ、そうです、イオン、岡山のイオン、ホールがあるんですよ、未来ホール、あー、はいはいはい、そこでやります。で、それは多分あんまり大きくもないらしいんですけど、プロレス、そのドラゴンゲートっていうそのプロレス団体があるんですけど、で、それがやったことあるというの で、はいはい、で、まあ、会長が多分ですけど、プロレスできるならボクシングもできるだろうっていう、そういう安易な考えかなっていう思います。じゃあそこのそのホールに行ったら、インターバル中もしあったら、あの会長のそのシャドウを見れるってことですね。かもしれないですね。それを見させないんですよ、かもしれない。でもちゃんとリングとかはちゃんとボクシングのリング用意して、プロレスのリング用意して。僕の時は真面目にやってほしいです。タイトルかかってんのに真面目にちょっとやってって。なりますよ。ふざけんな。フルラウンドになったら、フルラウンド分シャドウすのかな。それは疲れる。疲れる。会長が67ですから。3月8日、初防衛戦、岡山イオンホールで、します、まあ、最強挑戦者ですが、必ずノックアウトで、決めますので、ぜひ会場へ、足をお運びください。よろしくお願いします。なんか装備の案内が